ジャック、レクスと話したぞ。なかなかの大物だったろう。いろんな意味でな。まずは俺たちの力量を見極めたいんだとさ。メイルストロームとミリテクのいざこざに巻き込まれた感じがしなくもないが、メイルストロームが軍の戦闘用ボットを盗んだんだ。レクスはそれを買い取ろうと金を払ったんだが、直後に組織のトップが入れ替わった。ああ、その件なら聞いてる。ロイスとブリックがやり合ったんだろう。まあそんなとこだ。レクスはロイスと話せと言ってる。あとミリテクのエージェントの情報もくれたが、彼女が役に立つかは未知数だな。なるほどね。気に入らなさそうだな。ロイスについて何か知ってるのか。ロイスは文句なし、トップクラスのイカレ野郎さ。クロームに取り憑かれてるようなもんだ。それともう一つ、この件の依頼主エブリン・パーカーに会わないといけない。そりゃデックスの仕事だろ。あいつは何してんだ。リムジンで姉ちゃんをはめらすだけか。クルーと直接会いたがってるから俺に行けって。な、考えがあってのことなんだろう。で、メイルストロームとパーカー、どっちから片付けろ。まずは依頼主に会う。どんなやつなのか彼女の狙いを確かめたい。分かった。俺は一足先にオールフーズに行くか。現地の周辺を探っておくぜ。また後でな。番号だけじゃない、コンボイを探してるんだろう。おい、そいつは黙らせろ。どういうことだ、説明しろ。困ってるのはそっちだろ。立場を考えてよく聞け。直接会おう。お互い協力できないか話をするのはどうだ。なるほど、協力ね。いいだろう。スカイライン沿い NID に向かう最初の出口、その先の高架下に来な。待たせるなよ。キッとしな。メレディス・スタウトだ。電話してきたのはお前か。提案がある。ガキが私を脅迫するなんて100年早いんだよ。なんとか言ったらどうだ。お前は黙ったろ。まだなのか。いけます。質問に答えてもらうよ。嘘はすぐに分かる。一人で来たのか。ああ、俺一人だ。事実です。注意を捜索しろ。次の質問。コンボイの情報はこのクズ、アンソニー・ギルクリストから聞いたのか。こいつとのつながりは。そいつ会ったこともないね。本当です。
物がどこにあるかは把握してる。手を貸してもいいが、こっちにも条件がある。言っただろう、私はスパイなんかじゃないって。黙らせろ。今すぐ私を解放しないと。そいつは解放してやれ。話を聞くとしよう。いつもこんな強引なのか。黙れ。質問をしてるのはこっちだ。おっと、フラットヘッドを手に入れたい。コンボイを襲った奴らが持ってる。ボットをくれるなら奴らの情報をやる。連中へのアプローチ方法は？力ずくで奪うこともできるが、向こうはボットを売る気でいる。取引してもいい。なら後者で行け。ただし条件がある。支払いにはこちらの金を使え。なるほど、わかった。それで行こう。支払いにはそのチップを使うこと。それ以外は考えるな。少しでも妙な真似をしたらただじゃ置かないよ。おい、やめておけ。こいつはもう死んだも同然だ。道連れにされるぞ。来たか。どうなったか聞かせてくれ。待たせてすまない。いいさ、短期は損期だってお袋も言ってたからな。ティーバグの方はどうなってる？話はしたのか？デックスの山だって伝えたらやる気満々だったぜ。もう準備を始めてる。なんてったってバグはデックスが休業する前からの仲だからな。レクスはもうメールストロームにボットの代金を支払ってる。問題は連中がおとなしく商品を渡してくれるかどうかだ。前払いしたのがバカだな。まあいい、いずれにせよ手に入れなきゃ始まんねえ。それで作戦はあるのか？ボットは用意した金で買い取る。姉はもうデックスが払ったんじゃないのか？もう一度払うんだ。なるべく穏便に済ませたい。じゃあ早速虎穴に入るか。ちょっと待ってくれ。わかった、準備ができたら行ってくれ。ああ、行くぞ。よし、じゃあちょいとお邪魔させてもらうとするか。しかしよ、なんでよりによってこのサイボーグどもと。ギャングなんてどれも一緒だろ。バレンティーノズを見ろ。神と聖母の教えに従い、何よりも敬う心ってもんがある。目的と流儀、何が許せて何が許せないかがはっきりしてる。だがメールストロームはまるで得体が知れねえ。B、行けよ、挨拶しようぜ。いいからドアを開けな。お前らアポは取ってんのか？そんな話聞いてねえけどな。レクスに言われてきた。ロイスは？メインルームに来い、待ってたぞ。いい場所だ。観葉植物が足りねえけどな。
ったくよ、これじゃあ要塞と変わらねえな。しかし食品工場にしては過剰な防衛設備だな。全部例のコンボイから奪ったんだろ。間違いねえ、死体にたかるウジ虫みてえにな。対人地雷、指向性散弾か。いい趣味してるな。大げさだな。落ち着け、ビビらせようとしてるだけだ。進んでみろよ。冷静にな。相手の縄張りだってことを忘れるな。で、何の用だ。
ロイスはどこだ？取引をしに来た。ロイスは今取り込み中だ。話なら俺が聞く。ボットだ。モデル MT-0D12、 通称フラットヘッド。それが何だってんだ。ああ、ブリックに代金を支払ってる。俺は受け取りに来ただけだ。必要ならロイスと直接話をしてもいいが。いや、俺と話せ。俺はダムダムだ。座れ、そこのソファで。断る。いい度胸してんじゃねえか。座らねえと頭に鉛。一体どうしたんだ。こいつの態度が気に食わねえ。それに腰を下ろせばいざという時に動けない。座らねえと頭に鉛。座れよ。ろくなことにならねえぞ。くっそ。さて、ケーキ漬けと行こうじゃねえか。ほらよ。中身はスキーフだろ。やべえ代物だ。試してみろよ。マジでたまんねえんだ。ほら、吸えって。追跡される可能性は？そもそも追跡しようがねえ。シリアルナンバーを削除してアクセスロックもこっちのソフトで解除した。連中には何もできねえよ。確認したい。しょうがねえな。こいつはすげえぞ。ダイナミックな熱光学迷彩装甲に加え、完全没入型の認識システムをレイブンで操作可能。さらに新型アクチュエーターにはチタン、バナジュー、ケブラーの合金が使われている。これを見てみろ。完全統合型リンクだ。こいつが壁を登り天井からぶら下がったりしたら酔い止めが必要になるな。気に入ったか。レイブンはフラットヘッド専用の制御ユニットじゃないだろう。当たり前だ。ミリテクのやつを使えば連中のシステムと自動的に接続しちまう。せっかく盗んだ品を追跡されちゃ困るだろう。そこで我らがレイブンの出番だ。神経動機も改良済み、追跡の心配もねえ。商品化して売りたいくらいだ。ああ、もらってく。はあ、そいつはよかった。クレジット見せな。ブリックに支払い済みだ。ブリックなんてやつここにいるか？いねえよな。すごい。ならブリックのことはいい。改めて取引しよう。なかなか話がわかるやつじゃねえか。とにかくこいつが欲しければまずはヘディを見せるな。すぐに行くだよ。金ならある。俺はちっとも焦っちゃいねえ。そういや、誰の使いか聞いてなかったな。お前のボスの名前は？デショーン。エクスターデショーン。エクスターデショーン。パシフィカの半分をめちゃくちゃにしたあのデブ。いい筋が出やがったぞ。お前はもう失敗。励みしろって言われるんじゃねえか。
じ込められた。ルイ、ボットと操作用チップを回収しろ。くっそ、ボットとチップ両方取った。行くぞ、急いだ。ルイ、さっさと早く新鮮な空気が吸いたいぜ。肉、吐き気がするぜ。処理用のコンベヤだ。肉は好きじゃなかったのか。本当にここを行くのか。
赤コーナー、ジャッキー・ウェルパーティーを始めようぜ。そうだろう。あれはブリックだ。どうするビー。お前次第だ。起爆装置だ。
ぞ。リロードだ。Okay.
Don't you truly think there's Mr. Whitey here? Drop that milk-toast kibble and rush to the nearest store for a taste of sweet, 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 clean speed. Life is too short to be slow. このままだと思ったぜ。俺たちのおかげで命拾いしたな。恩は返すもんだぜ、ホモレ。おい、待ってくれ。礼をしたいのは山芋だが、今すぐは無理だ。次に会ったら、借りは必ず返せ。静かにナフィ、敵にバレるぞ。一人で大丈夫か？ここは俺ん家だ。心配はいらねえ。話がしたいだけだって。やられるかよ！
誰だか分かってんのか。止めよ、さらば与えられん。
ビ、見つかっちまうぞ。行くぞ、ビー。さっさと連れろ。しやがった。ひとまずゲートの向こうに行くか。
と取引すると大抵ろくなことにならない。君たちは運が良かったな。スタウトはどうした？あいつは賭けに負け、結局時間切れになった。まあ、もう会うこともないだろう。ここはもう片付いた。調べても大したものが出てこない。死体は喋れないからな。喋れなくても情報は残っているものだ。じゃあ失礼するよ。焦ったぜ、ビー。今日は肝を冷やしっぱなしだ。俺たちいいチームだな。ああ、そうかもな。何にせよ、こういう生き方を選んだことに後悔はない。成功の味を知っちまったからな。デクスにボットを手に入れたって報告しろよ。アフターライフでパッとやろうぜ。じゃあな、ビー。仕事は進んでるか、ミスター B。 ボットを手に入れた。ほう、問題なくいったのか。それとミリテクはどうした？それが代金を支払い済みだって言っても、ロイスは聞く耳を持たなくて大変だった。ではどうしたんだ？コーポの女を利用したのか？スタウトと会って何とか取引できた。本当だ。ほう。ボットの支払い用にクレジットをくれた。企業の金でボットを買い取ったのか？いや、それは自分で使おうと思ってな。ボットは譲ってもらった。譲って？まあ、多少乱暴はしたがな。大した度胸だ。準備は済んだ。ねえ、次は？次はいよいよ本番だ。チップを手に入れ、アフターライフで落ち合おう。鈴木はそこで。わかった、すぐに向かう。ではまた後で。